豊橋バスターミナルは愛知県豊橋市駅前台通に2006年9月30日まで存在していたバスターミナルである。正式な施設名称は豊橋市バスターミナルで豊橋市狭間児童公園の真下にある。第3セクター株式会社豊橋バスターミナルにより管理運営され1969年の開業時は豊橋鉄道の一般路線バス。 名古屋鉄道の一般路線バス、遠州鉄道の一般路線バスが2006年の廃止時には、豊か鉄バスと豊橋中部国際空港線の共同運行事業者として、下乗り合い4のバスが乗り入れていた。豊橋グランドホテル等が入る名豊ビル地下1階との連絡通路がある。乗り入れるバスは名豊ビルの真横にある導入路にて入場し、回路上を時計回りに進行。 その回路上に乗降場が5カ所設けられており、各乗降箇所にバスが停車した。施設の中央にバスの待機スペースが設けられていた。路線バス乗降客は前日の名湯高ビル地下1階連絡通路のほか、狭間児童公園の周辺に設けられている3カ所の出入り口より出入りが可能であった。廃止後、約1ヶ月ほどは対避線的な存在として、 施設を路線バスが出入りすることがあった。しかし1960年代前半に建設された施設ということもあり、アスベスト撤去工事が開始されると同時に完全に閉鎖。名誉高ビルの月決め駐車場駐車場として営業していたが、2017年3月31日付にて駐車場の営業も終了した。豊橋駅周辺の路線バスターミナルには、 豊橋駅東口の豊橋駅前バスターミナルや豊橋駅西口の西駅前バス停も存在。路線によってはバスターミナル周辺を経由しない路線もあった。豊橋駅周辺に点在していたバス停の一箇所集中化による鉄道との乗り継ぎ利便性向上などを目的に昭和40年代初頭より豊橋市バスターミナル条例の制定や 第三セクター会社の設立を経て建設が進められた。施設廃止後は乗り入れていた全路線が豊橋駅前バスセンター発着となり一部の路線では路線名や経路も大幅に変更となった。ありがとうございます。